先生、内装を見ていきます。まずドアトリムからですね、ウィンドウスイッチパネル周り含めて運転席側ドアトリム綺麗ですね。こんな感じです。スカッフプレートの方も綺麗な状態ですね。フロアマットの方もこんな感じで、アクセルだけ車外のペダルがついてますね。でシートはですね、レカロのフルバケットシートが装着されております。少しモデル的には古い感じかな。こちらこんな感じのモデルですね。ちょっと古いですね。若干ここら辺とかが緩くなってきてるかな。もうちょっとなんか上に上がっても良さそうな感じですね。で、助手席ですけれども、こちらは純正です。こんな感じで、まあ特に気になるような状態のところはないですね。でステアリングはまあ若干擦れてるところはありますけれども、綺麗な状態ですね。でダッシュボード上は無限の3連メーターが装着されて、そこ以外乗り跡とかですね、そういうのは特に気になるようなところはないですね。純正ナビが、装着されたモデルで、オプションのチタン調パネルがついてますね。で純正 CDMD デッキで ETC がこちらについているという感じです。シフトノブはタイプ S のシフトノブですね。で、こんな感じになっておりますね。よいしょ、こんな感じです。でここの開閉はこれね、ちょっとこう当たるのでよいしょと、いく感じですね。ではエンジンかけてみたいと思います。エンジンのかかりも膨れ上がりも特に違和感ないですね。問題ない感じです。でエアコンの方もすぐに涼しい風が出てきますね。メーターはこんな感じで、純正のこのモニターもね、なんか雲の巣状になるの多いですけど特になってないですね、そういうのは。はい、ではトランクを見てみたいと思います。よいしょ、トランクは特に欠品しているようなところはないですね。で DVD のロムがあって、ジャッキ工具、これは何だろう、これちょっと分かんないですね。こんな感じで入ってますね。で、助手席側ですけれども、こちらのドアトリムも綺麗な感じかな。ちょっとここら辺白くなっているのと薄い線の傷が、1箇所入ってますね。で助手席側スカッフプレートは、綺麗な状態です。でよいしょ、ロールゲージが入ってる関係もあって、ここのパネルこんな感じで、ないです。で純正のロールゲージもね外されてますね。はい、以上 S2000 の内装でした。